ケルン・ギーセン線は、ラインラント地域のケルン・シドイツ区とライン・マイン地域のギーセンを結ぶ、1850年代末以来、開通された、鉄道路線である。現在この路線を貫通する系統は存在しなくて、時刻表番号に従って、ジーク線、ベツドルフ・ハイガー線、ディル線に区別されている。1861年当時のドイツ・ギーセン、鉄道路線ズ・プロイセン王国は、 ルール地方の石炭産地、ラインラントの精錬工場及びジーク川、ヘーラー川、ディル川、ラーン川流域の鉄鋼石鋼山を結ぶ鉄道建設に関心を持っていた。別ラーとその郊外はプロイセンの飛び地で中核地域とよく連結された。しかし現在のラーンディル軍は19世紀中期にナッサウ公国領であった。ナッサウは 自国領内の鉄道敷設許可の条件として、プロイセンがライン側右岸の鉄道をラーンシュタインからケルンまで延長するのを要求した。プロイセンは結局ニーダーラーンシュタイン・コブレンツ区間の連結線建設を義務として引き受けて、ナスサウは1860年自国領の鉄道建設を許可した。ケルンミンデン鉄道はドイツギーセン区間の鉄道敷設に関心を 表明して不設権を獲得した。建設は既存の CME のドイツミンデ線の分岐点で開始された。ドイツエルフェルトの操車場、車両基地が整備施設、建物とともに建設されて、ルール地域方面の線路と直接に連結されることとなった。鉄道建設は、地政のため順調ではなくて、ジークブルク別ドルフ区間では、ジーク川の潜入蛇行のため、 多数の鉄道橋とトンネルが必要であった。別ドルフ・ディレンブルク区間では、ループ線がドイツの中部山地を貫通するために、15%パーミルの低い勾配で建設されねばならなかった。走行時費は2650万ターラーであった。1859年1月1日にドイツ対イへネフ区間が開業された。 全体区間は1862年1月12日に完工され、すぐにケルンギー線鉄道の名称が使用された。1861年1月10日に別ドルフ人ン区間が開業された。ディル川流域の住民たちが最初には鉄道建設に対して反対意見を示したものの、この路線は地域経済の上向きに寄与して通勤手段として多く活用された。 別ラー市の場合、ラーン国線との接続のために駅が新市街地の外角で建設されねばならなかった。交通量の増加と軍事戦略の重要性のため、1871年まで伏線の線路が全区間に備えられた。1879年12月20日にケルン民元、鉄道の国有化に関する法律が交付され、1880年1月1日付で、 プロイセンクニュー鉄道がこの路線を運営することとなった。1909年、ジーク川の洪水の時に多数の鉄道橋が破壊された。ヘルヒエンにおける鉄道橋は特に激しく破壊され、基礎から新たに再建されねばならなかった。1914年にドイツ軍兵力をアイフェル山地の戦線に配置するために軍用列車が多く運行された。 1915年ジーゲン・ハイガー区間の開通で、別ドルフハイガー区間は、より不利な地勢のため、その重要性を失った。高級な旅客列車も、貨物列車も新たなルーダスドルフトンネルを通じて、ギーセンとラインマイン地域の方向に通行した。第二次世界大戦が終わった日まで数え多い、鉄道橋が破壊されて、ケルンジーゲン区間は、結局単線で再建された。 1956年2月18日に大型列車事故がヘネフ市、ビルゲーナウエル町で起きて、二人は死亡し15人は怪我を負った。貨物列車と急行列車の衝突は人的過失の原因だと判明された。1962年テルン・トロイスドルフ区間がラインガーウガン線と共に電力供給施設で備えられ、1980年には、 トロイスドルフ別ドルフ区間が電化された。1965年ディル鉄道区間及びルールジーク線の電化で電力供給施設がハイガー・ギー線区間で備えられた。フランクフルト・ハーゲン区間では E10 系電気機関車の牽引した急行列車が同年5月に投入された。1960年代にシーク区間とディル区間の電化及び 地域地域鉱山の衰退でヘラー川の路線が枝線に格下げされて、1965年には2番目の線路がヘルドルフ・ハイガー区間で撤去された。連邦鉄道は別ドルフ・ハイガー区間の廃止を定義したが、この案件はそれ以上進まなかった。1980年代にハイガーギー線区間で貨物の輸送量が減少して、200用途の側線が多数の駅で廃止された。 ドイツ連邦鉄道は、この時期に、トロイスドルフ別ドルフ区間に運行された長距離路線を廃止した。1986年現代的な運転指令書が、別ー駅で設置されて、渡り線と信号機が、エーリンスハウゼンルーテンホーフェン区間で活用された。それで列車の必要なら、左側線路を通じて走行するのは、可能となった。1970年以後には、 ハイガーギーセン区間がジーゲンハイガー線ルールジーク線と同じく365線に属した。ドイツ再統一の結果、1992年時刻表番号の改正の時からハイガーギーセン区間の路線番号は445である。1990年代の初期にフランクフルトジーゲン区間の D 列車が120分間隔で運行され、この系統は 後で、ミュンスター中央駅まで延長された。1993年に、系統番号は、インターレギオ22号系統と命名された。アイス列車の試運転は1990年と1991年に、ケルン g ー・ e g 区間で行われた。1991年、S12 系統は、ケルンアウ区間に導入され、その区間に、ブランケンベルクメルテン区間及びシュラーデルーン。 ロースバッハ区間を除いて、伏線線路が備えられた。1997年3つの連邦州の主務、公共交通機関が、ヘラー国区間の運営に関して入札された。ベスターバルト鉄道、ジーク群鉄道、ヘッセン地方鉄道に入札が承諾されて、3つの会社は、ヘラータール鉄道有限会社を創立した。1999年に、ヘラー国区間の線路、 信号装置は DB ネッツが、駅舎は DB 停車場、サービスが担当することとなった。2002年定期時刻表変更の時にマイン側と北海を結ぶ特急列車が IC 列車としてライン側左岸線経由に経路を変更して IR22 系統は廃止された。2003年6月にインターコネックス列車がギーセン駅、ベツラー駅、 ディレンブルク駅で停車したものの乗客数不足のため同年10月廃止された。2004年春に S12 系統の区間に高いプラットフォームが設置されて地下道が部分的に建設された。2009年12月にユーロシティ62系統が導入されて列車がハイガーギー線区間を経てザーグレブまで走行することとなった。2年間の試験運行の後で EC62 系統区間が短縮されて、ハイガーギー線区間は遠距離輸送の及ばない区間となった。2010年12月に、ヘッセン地方鉄道が、マインジーク急行の快速列車系統を引き受けた。2011年に S バン列車向けの留置線が、アウ駅に設置された。同年9月ラインラントップファルツ北、鉄道旅客交通機関は、 アイフェルイコールベストバルトイコールジーク起動車路線網の入札を開始した。2015年12月決戦地方鉄道が、ヘラータール鉄道から、ベッドリフ・ディレンブルク区間の普通列車路線を引き受けた。ケルン・ミホンシイコールドイツ・ワウカンは、ラインジーク運輸連合の料金システムの適用区域である。エツバッハ・ヘルドルフカンは、ラインモゼル運輸連合の領域にある。 シュトルトヒュッテンニーダードレッセルンドルフ艦はベストファーレン運賃連合の運賃システムにアレンドルフギーセン間はラインマイン運輸連合の運賃システムに属する。ありがとうございます。